男女ダブル優勝戦中日スポーツゴールドカップ最終日の攻防、これより昨日の激闘の準優勝戦を戦ったメンバーが続々と登場です。まずは第9レース男子の選抜戦です。対戦メンバーです。1号艇君島修造、2号艇市川武史、3号艇広瀬正幸、4号艇森高一馬、5号艇吉田健太郎、6号艇真田英二、以上6名の対戦です。枠番通りに収まっていきます。絶好枠君島修造が今ゆっくりとホーム側インコースに構えていきます。陰線は初日にしっかり勝利をものにしています。その初日以来の白星で自身今シリーズを締めくくってくるか1号艇君島、そして2コースは2号艇市川武史が構え、3コースには3号艇広瀬正幸です。やはりセンターからのこの人の剛腕発揮は非常に魅力たっぷりであります。3号艇広瀬、ここまでがスロー。角1、4コースには4号艇森高一馬です。気力不足に苦しんだ今シリーズでありますが、ここは角1から思い切った攻めでスロー勢を飲み込んでいくか森高。5号艇吉田健太郎が5コースに、6号艇真田英二が6コース。3対3のスタイル。第9レース男子の選抜戦、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。ほぼサノライスリットになりました。一周一マークへと向かいます。1号艇君島、こうなれば押し切る格好。3号艇まくっていくのは広瀬正幸、まくり差し。内からは2号艇4号艇刺していきますが、先頭争いわずかに踏ん張る1号艇君島に、内側から急接近3号艇広瀬正幸がへさきをかけてくる。最内からは4号艇森高一馬、後方6号艇5号艇2号艇。第9レーススタートは正常であります。一周にマーク、内から4号艇森高がコーナー先、左も握っていく。3号艇おっとバランス崩した。広瀬内くるっと1号艇君島が浮上いたしまして、2番手には6号艇真田、3番手は2号艇市川、1番6番歌番、後方2艇にアクシデントがあった模様です。1番6番2番の体勢と変わっています。4番手には5号艇が続きます。なお、お知らせいたします。4号艇森高一馬は妨害失格、3号艇広瀬正幸は転覆のため失格です。4号艇森高妨害失格、3号艇広瀬が転覆のため失格となっています。1番6番2番の体勢、2周にマークからホームストレッチです。自己艇の外を大きく回ります。先頭独走体勢1号艇君島修造、2番手6号艇真田英二、3番手2号艇市川武史、1番6番2番、最高峰4番手5号艇吉田健太郎で最終周回に入っています。3周1マークから向こう上面、上位の体型は1番6番2番、最高峰4番手に5号艇吉田健太郎となっています。なおこのレース4号艇森高一馬は妨害失格、3号艇広瀬正幸は転覆のため失格となっています。上位体型は1番6番2番でラストコーナーに入ります。第9レース男子の選抜戦は波乱模様となりました。先頭はインコースから押し切った1号艇君島修造、2番手6号艇真田英二、3番手は2号艇市川武史、上位体系1番6番2番でゴールです。先頭1番君島ゴールイン、2着6番真田ゴールイン、3着2番市川ゴールイン、ラストで5番吉田ゴールインです。第9レースの確定は1着1番、2着6番、3着2番、以上です。